ポジションは宇都宮です。リブに当たっています。ショットクロックもう一度巻き戻し、比江島の得点ランジ、ましたね、ワーストバスケット。さあ比江島です。大倉とのマッチアップ、途中のスクリーン、比江島のドライブ、ユーロステップから入っていく、うわー、ナイスですね。リカルガです。トカシがついていく、ベースラインからキックアウト、比江島のコーナースリー、いやーよく出ましたね比江島先生。やっぱり今日のゲーム出だすから、リカルガ、ああーバタンボーマー、リカルガもう一度掴み直しました。比江島入ってきて、比江島、ああナイスイン。一方の宇都宮はスターターの5人で第3クォーターを始めています。前半12得点の比江島、入れ替わって比江島、後半最初の得点も比江島誠です。ステップが上手いですよね。スッと原と入れ替わった、スカトランチコーナーがうまく引き出せてたので良かったですよね。比江島というようなスクリーン、比江島入っていって深くリカバリーしました。リーグ最少失点、そしてディフェンシブレーティングもリーグトップの宇都宮ブレックス。前半は37点に千葉を大きく追い込みましたが、ターンオーバー、比江島のスイール、ノールック、ジャッジスコット、そこからのセカンドチャンスポイントは16対7と宇都宮が大きくリードしました。比江島入ってきた、比江島、いやー比江島6段上です。そして比江島には佐藤をつけました千葉です。スコットのスクリーン、連続してピックアンドロールから比江島のスリー、よく決めた。